今日のホークス先発は坂東でした。その立ち上がりです。ゲームはファーストゴロ、これはリチャードがよく取りました。ナイスプレー。ツーアウトからヒット打たれたんですが、その後内藤をセカンドフライ、これは牧原がよく取りました。立ち上がり0点に抑えます。一方のバファローズの先発の佐藤和馬です。初回です。ホークスは2番の牧原大成ショートゴロ、そしてその後に井上、これがレフトのツーベースヒットになりました。その後リチャードはフォアボールということで、ツーアウトランナー二塁一塁となってウォーカーだったんですが、ファーストフライに打ち取られます。まあ、立ち上がりが、ね、不安定な佐藤だったんですけども、やっぱこの立ち上がり叩いておかなければという感じだったでしょうかね。そうですね、もういいピッチャー鉄則ですよね。はい、3回です。中田がノーアウトからレフトへのツーベースヒット、ノーアウトランナー2塁となります。その後ワンアウトランナー2塁となって牧原大成セカンドゴロに打ち取れまして、ツーアウト3塁となります。で井上はセンターフライ、得点ができませんでした。5回のホークス先発坂東のピッチングです。廣岡のこの大きな当たりだったんですが、佐藤がつかみました。そして北中が2者連続三振、三者凡退に抑えます。5回のバファロー佐藤のピッチング、重松見逃し三振、谷川原は空振り三振、中田空振り三振、3者連続三振ということで、この辺りはもう佐藤が乗ってきましたもんね。はい、そうですね、いいボールでしたね、すべてね。さあ6回です。横山キャッチャー谷川原のエラーにより出塁します。そして2塁1塁となってトーマスはセンターフライ、そして内藤は空振り三振、中川はショートゴロ、坂東は踏ん張りました。バファローズ得点を許しませんでした。さあそして6回だ、牧原大成がライトへのツーベースヒットを放ちます。ワンアウトランナー2塁から井上空振り三振、そしてリチャードはサードゴロ、なかなか得点を続くことができない両チーム。さあそして7回2番手のホークス宮里、ウェスタンリーグ初登板、いや素晴らしいピッチングでしたね。いやもう強烈なインパクトを残しましたよね。はい、はい、素晴らしいピッチングでした。野口、広岡、そして北、3者連続三振という素晴らしいウェスタンリーグデビューということになりました。宮里優は8回です。3番手中村亮太、この平川の当たり、中田のナイスプレーです。球際の強さを見せます。さあそして延長10回です。ノーアウトランナー1塁、ここも中田がナイスプレーを見せました。この辺はねやはりいいアピールになってますね。はい、ツーアウト3塁となりましたが、福永をショートフライに打ち取ります。岩井は開幕打2イニングスになりましたが0点に抑えました。そして最後10回の裏、平川が佐藤直樹をファーストフライに打ち取りまして、ゲームセット0対0で今日は引き分けというゲームに